皆さんこんにちは。いつも YouTube をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、もう人生にですね、何かしら悩んでいる方すべての方にですね、見ていただいて動画をですね、ご紹介できればと思っております。私もこの動画はですね、20代のうち何回も見てですね、すごく励まされたところもありますし、すごく先のところからですね、見えた動画でもあります。で、動画自体非常に有名なんですけども、スティーブ・ジョブズさんですね、アップルの創業者のですね、スティーブ・ジョブズさんが2005年にスタンフォード大学で行ったスピーチのですね、動画でございます。で、この動画おそらく有名な動画ですので、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれないですけど、これ本当にですね、学びが多いですと。で、私がですね、元々見たのは、私自身もすごく悩んでた時期があってですね、20代の、特に社会人1年目、2年目の時ですね、その頃に本当にこの動画に救われたなっていうのがあってですね、ぜひこの動画のですね、エッセンスを今回ご紹介できればと思っております。でですね、その1年目、2年目の時ですね、本当この先、この今やってる仕事がですね、先に繋がっていくんだろうかとかですね、私は昔からアメリカに行きたくてですね、アメリカで働きたいと思ってるけども、今やってることはアメリカに繋がるのかどうかってところですね、分からなかったんですよ。でも、いろいろですね、システムのことやってましたので、当時はシステムの勉強したりとか、あと会計のことやってましたね、会計の勉強したりとか、それから英語ですね、勉強したりとか、したりしてですね、目の前のことをこう仕事をやりながらいろんな勉強したりして、ただ先のことはすごい不安だなと思っていたんですよ、毎日。その時にですね、夜中にこう夜な夜なですね、いろんな動画とかを YouTube で探したりして見てましたと。で、その中でもこのスティーブ・ジョブズさんの動画はすごくですね、救われたところがありますと。で、この動画どんな動画かというと、スタンフォード大学、名門のアメリカのですね、もう世界トップランクの大学ですよ。そのスタンフォード大学で、ジョブズさんがですね、卒業生向けに2005年に行ったスピーチですと。で、2005年ってどういう時かっていうと、まだこの時は iPhone ももちろん出てませんし、iPad も出てませんし、iPod とかですね、その辺のものと、あと Mac とかが Apple は、まあ、すごい主力製品であって、そのあたりはすごく多くの方が支持を受けてましたけども、まだ iPhone とか出る前の段階ですね。で、その時にジョブズはどんなスピーチをしたかというと、卒業生向けに大事な話を3つ伝えてるんですよ。その3つがですね、もう今なおも多くの人にですね、こう、見られて、もうなんて言ってもすごく学びの多いものだったんですけど、何かというのをご説明しますと。で、ご説明する前に、どんな方に見ていただきたいかというと、本当悩みがある方ですね、人間関係の悩み、仕事の悩み、キャリアの悩みとかですね、将来どうしたいかなっていうところ分からないというところで、今やってることは本当にいいんだろうかって思う悩みの方に、もうものすごく聞く動画ですと。で、その3つの話をですね、ありますけども、1つ目はですね、どんな話かというと、コネクティング・ザ・ドッツという話で、これは結構有名で、教科書とかにも載ってるような話みたいなんですよ。で、どんな内容かというと、ドッツ、いわゆる点ですね。点はコネクティング、つながっているという話なんですよ。これは、今やってることは、将来のところに生きてくるので、必ず意味がありますという話ですと。なので、今やってることがあまりうまくいかないかなっていうところもあるかもしれないけども、それは必ず先につながっているので、安心してくださいという話ですと。で、ジョブズさんのスピーチの話で言うと、彼はもともとですね、養子で育ったわけなんですよ。で、養子の育ての親の方は、どちらかでも大学を出ていなくて、生みの親は、預けて大丈夫かと。どうしても子供を大学に入れてほしいと思ってると。なので、じゃあそれを約束をして、分かった。必ず大学に入れるというのを約束するから、養子にジョブズをくださいと、スティーブくださいという話で、元のそのジョブズを養子に出されたんですよ。で、その結果、そのご両親は生活を切り詰めてですね、なんとか大学に行かせますと、ジョブズと、リード大学というところですね、行かせるわけなんですけども、そこで入学して、もう本当に1年とかそれぐらいしか経たない時期の中で、ジョブズは、こんなにもう両親がお金を自分のためにセーブしてくれて、大学に行けたのに、大学のことは全然自分の身にはなってないというふうに思うわけなんですよ。そこで、ジョブズはやっぱこれでいいのかっていうところをすごい考えて、退学をするんですよね。ドロップアウトするわけですよ。で、ドロップアウトして、自分に必要なことだけ学ぼうというふうに決めて、ただ大学には残り続けるんですよ。大学には残り続けて、勉強し続けますと。で、そこで学んだのはカリグラフィーという、勉強で、それは要はその文字のですね、なんかいろいろ書体があるじゃないですか。そういうところを学んだんですよ。で、その書体を学んだというところが、10年先、数年先になった時に、Mac を作る時に、そのことが頭にも、帰ってきたわけなんですよ。で、その帰ってきたことによって、Apple コンピューター、最初のコンピューター、最初の PC ですね。最初の PC はそのいろんな書式を持つようになったんですよ。それはジョブズが昔全然関係ないと思いながらも自分の興味関心があって、大学を中退した後にも変わらず、わざわざ勉強で講義で受けたという科目で学んだことなんですよ。そのように、今やってることというのは後々必ず生きてくるので一つも無駄なことはありませんと。振り返ってみると、あれはそんな意味があったのかってのはわかるんですけども、それは全て点と点で、その時はわからないけれども、繋がってますという話ですと。で、私もそのようなエピソードありましてですね、私昔はですね、その IT のコンサルタントとして、最初の1社目で働いて、7年ぐらい働いたんですけど、働いてましたと。で、当時からアメリカにずっと行きたいなと思っていたんだけども、なかなかアメリカに行けないなというところがあって、まあ本当にアメリカに行ける人っていうのは本当に会社の中でもですね、1%とか2%とかそんなものですという話を聞いていたんですけども、で、初めに
一番初めの仕事はですね、議事録の作成ですね。打ち合わせを受けて、でその議事録を正しいものを作るというところが初めの仕事なんですけど、これはなんか将来生きるのか分かんないなってずっと思ったんですよ。ずっと思っていたし、なんだろう、あとその時のシステム、会計システムというのをやっていたりして、会計システムってなんか全然やりたくないんだけど、なんか意味あるのかなと思いながらも、まあ、先輩にいろいろ教えていただいたりとかして、なんか分からないところを自分で調べながらやったわけですよ。で、それが数年先に生きたエピソードがあって、まず議事録に関して言うと、文章を書くのすごく苦手で、まとめるのもすごく苦手だったんですけど、もう先輩にものすごいいっぱい添削で赤でされてですね、本当にこんなこともできない、何なのお前みたいなことをですね、言われながらもですね、ご指導いただいたんですけど、その結果ですね、文章にすごく自信が漏れたりしてですね、後々は本当に何だろう、報告書とかを作るところにとどまらずに、会社の外に向けた、しようというところも会社の代表で貸していただいたりとか、あとこうツイッターとかですね、ブログとかで発信する際もたまにこう文章いいですねって言ってくれる方がいらっしゃったりすると、すごい嬉しいんですけど、その経験は間違いなく新入社員時代にですね、議事録をものすごいですね、添削していただいて、ものすごいそれを何回もこう直して、これで合ってますか、これ私はこれがいいと思ってますよとですね、本当繰り返しやったことがですね、生きてるかなと思うので、これは全く無駄がなかったですと。で、会計システムの話なんですけど、会計システムのことがあってですね、私会計を勉強したんですよ、いると。でも簿記3級2級1級とこう勉強していって、そんなの絶対役に立たないか分からないと思ったんですけど、それがですね、岸君もアメリカに行った時にですね、アメリカの会計システムを自分が自身がですね、その運用だったりとか、追加開発というのを行うことになって、その知識がないとダメだったんですよ。やはりそれがあったからこそアメリカに行けたというのもあったりとか、会社時代ですね、駐在で行けたというのがあったりしたというのがありまして、5年間経ってそのことは分かったという話が一つと、あと自分が独立した後もですね、会計の知識がないとやっぱりこう分からないこと多いんですよ。で、会計が分かると本当に会社をやる上でですね、すごい大事なことがあってですね、その動画ぜひ別であげてますので見ていただけたと思うんですけども、そういうのもその時は分からなかったけども、後々すごくですね、意味があったということがあったりしますと。というところで、そのジョブズさんのお話に戻ると、スピーチの1個目の大事なところの1つ目は、コネクティングザドットですね。意味はその時点で分からないけども、後々振り返ると、これは意味があったんだなというのが分かるという話でございます。はい、これは1つですね。で、2つ目がですね、愛とですね、ラブ&ロストの話、愛と損失の話でありまして、ジョブズもですね、やっぱこう、そんないろんな偉大なことやってますけども、やっぱご結婚もされてますし、子供も産んでますし、いろんな生活をしてるわけですよ。で、どんな経験でですね、どんな経緯で結婚したかという話なんですけども、ジョブズはもともとアップルを創業した後に、アップルのその取締役の人とかいろんな人とかで、この人はいいんじゃないかってハンティングするわけですよ、他の会社から。で、ある方とハンティングした方が全然合わなくて、ジョブズは逆にこう、追いやってですね、辞めさせようとするわけですよ。で、一応その株式会社になりますので、他の、取締役の方とかですね、そういった方が、ちょっともうジョブズは違うなっていうふうになって、得られたら、追い出されてしまうんです、創業者に変わらず。で、結果的にジョブズを追い出されてしまって、その後一回こう、ヒッピーみたいな生活をですね、行って、ちょっと自由にこう、生きたりとか、いろんなとこをですね、こう、渡り歩いたりしてですね、で、いろんなことを経験しますと、その時に会った女性の方と結婚されるわけなんですよ。で、ジョブズが言ってるのは、その経験がなかったら自分自身は、いい、この素晴らしい女性と出会うことはなかったという話が一つと、なんとですね、岸君もその後に、ジョブズはもう、よし、もう一度頑張ろうと思って、再起をかけて作る会社があるんですけど、その会社がアップルに買収されるんですよ、後々。で、再びアップルに戻るんですよ、ジョブズは。ということがあるぐらいですね、一時期はこう、失ったものがあったとしても、それっていうのは、なんだろう、こう、後々になってくると生きてきますという話でもありますし、あとはその愛というものを見つけると、損失もある時もあるけども、その損失は表裏一体で、その時に何か愛を見つけるものがあるという話だったりしますね。というところがありますと。で、またですね、愛というのも自分が好きなものというのも、ジョブズは置き換えてまして、自分が好きなものというのを見つける努力をしろという話ですと。愛はずラッキーというふうにジョブズは言っていて、自分はその、ですね、自分が好きなこと、つまり経営ですね、経営をして、マック、アップルを作ると。いうことはすごく好きだったと。で、その転職ということを二十歳前後の若いうちに見つけたことはすごく幸せだったと。ただ一方で見つけられてない方も多いと思うんですよ。私自身も何が自分が会いたいのかとかですね、何が好きかって分からなかったんですけど、今明確にこうアメリカが好きですと、アメリカで成功したいと思ってますというところがあったりしますけども、それってのは昔は分からないもんなんですよ。で、分からないけども、分からないなりにそれでいいとするんじゃなくて、自分自身がその情熱を下げるものを見つけるまで追い続けましょうと、そういうところがありますと。keep looking, don't sorrow っていう表現を言ってましたということですね。なので、探し続けなさいと。自分がやってる仕事を目の前でやりながら、まあ、空いてる時間とかで探し続けるんですよ。自分がやるべきことをやりたいことっていうのは、そのパッションをですね。というところを、まあ、早いうちに見つけられた方がいいんですけども、それが早いうちでなくても探し続けなさいという話です。それが2つ目のラブ&ロスの話でございますと。なので、今何かですね、やってる方が、何かやってることがある方もですね、そのことが向いてるか向いてないかもわからないかもしれないけども、探し続けるんです。自分がこれが好きっていうのを明確に思うまで探し続けることをやるということをお勧めしますというところですね。はい。で、3点目がですね、この話は、死の話なんですよ。
3つ目の話はデス、死についての話があったりして、でこれ何かというと、スティーブ・ジョブズも結局人間は最後死にこう向かっていると、それは本当ちょっとドラマティックな話ではあるんだけども、死に向かって生きてますというところで、死を意識して毎日生きるべきだという話をしてますと。彼はこう朝起きた時に鏡でですね、こう自分の顔を見るらしいんですよ。若い頃からこれやってるらしいんですけど、で今日自分がやってることは本当に自分がやりたいことかと、もう本当に今日死んでしまっても後悔はないかということを語り続けるらしいんですね。でそうすることによって、なんかそれが何日か続いてしまった場合は、それ自分がやりたいことをやってないというところなので、何か変える必要があるという話です。でこれをすると何がいいかというと、やっぱりそのリミテッド期間というのは限られてますという話っていうのを実感できるんですよ。本当にやっぱりあと1日しかないとか、あと1年しかないってなったら人間やっぱりやることあるじゃないですか。そういった形でやりたいことというのは再認識できるいいことでありますというふうにジョブズは話していますと。でやっぱりその期限を区切ってやると人生って思ったよりすごく短かったですよね。なんか気づいたらなんか10代早かったなとか、子供の頃早かったなとか、20代早いなとか、今月ももうなんか30日みたいなのあるじゃないですか、というふうになってくるので、必ずですね危機感を持って、常にですね時間を限られているというふうに意識することをお勧めしますという話がジョブズの話ですというところですね。でこれは自分の時間は自分のために使いなさいと、他の人のために使ってはいけませんというところがあって、みんな自分の時間を取ろうとするんですよ。私の時間を使ってなんかこれをお願いするとかいうのはあると思うので、この動画を見ていただいた方は、ぜひですね、何か自分のことに自分の時間を使えているかと、自分のために生きているかというところをですね、再度確認をしていただいて、自分のことに人生を使っていくべきですという話ですね。で、ジョブズも2011年にですね、こう亡くなってしまったわけなんですけども、やっぱりこう、なんだろう、健康とか家族とか大事にするべきというのはありますけど、まあ、その期間の中でジョブズはできることを多分全うされたと思うんですよ。でもそれってね、やっぱ自分自身が死をこう意識されてやっていたところで、しっかりとこうやりきったというところがあると思うので、そこはすごくお勧めしますというところですね。私の話で言うと、私はですね、こう、20代のうちに絶対海外に行きたいなと思ったりしたので、まあ、その時にこう死ぬとかそこまで意識したんですけど、絶対に20代で海外に行くというところを決めて、海外駐在するためにどうしたらいいかなというところをいろいろ考えたりとかしてですね、ビザはどうやって取ればいいかというのをいろいろあったりしたわけなんですけども、やっぱりそこは、なんかこう、その期間に限られてというところを意識して、やったからこそなのかなと思いまして、そこはすごく大事かなと思います。はい。このですね、ドイツの3つのですね、スピーチのですね、3つのポイントをお伝えいたしましたけど、ぜひですね、この動画を見ていただけたらと思います。この動画を見ていただいた方はですね、ぜひジョブズの動画を見ていただいてですね、実際に彼の話という声でですね、そのことを聞いていただくといいかなと思います。もちろんこの日本語訳がついているものもありますし、ぜひですね、英語の勉強されている方は英語で聞いて、で私もですね、その文章も100回とか定期的にこう見直しているわけなんですけども、なんていうかですね、自分でこうディクテーションといってこう読んだ上で書き写したりして、もう全文こう書いてしまうとか、いうぐらいすると結構暗唱してですね、覚えたりするもんなんですよ。っていうぐらいにすると、なんか本当に頭に残ったりするとも思ったりするので、個人的にはそれはおすすめだったりします。はい、というところですね。本日はですね、こう悩んでいる方にぜひ見ていただきたいですね、スティーブ・ジョブズさんのですね、2005年のスタンフォード大学におけるスピーチのですね、お話させていただきました。引き続きですね、情報発信していきたいと思っておりますので、この配信がよろしければ高評価、グッドマークとですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では本日もご清聴いただきまして誠にありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。それでは。